CP パルスシークエンス核磁気共鳴における交差分局とは測定したい核の緩和時間が長く感度が悪い場合にプロトンの時価を測定する核に移動させることで感度の向上と測定時間の短縮をする手法のことである個体核磁気共鳴などで用いられるこの手法は当時マサチューセッツ工科大学ジョン SO 研究室の大学院生であった マイケル・ジビーとアレクサンダー・パインズによって考案され、1972年に特許取得された。もともとはプロトン、エンハンスド・ニュークリア・インダクション・スペクトロスコープという名称であったが、その当時後の歪説さのため、パルスシーケンスに提案された、この名称は広く受け入れられることはなかった。現在は交差分局とより一般的に呼ばれている。威嚇士官で、 相互作用している i と s の両方に、二重回転系で k のハミルトニアンは、RF 磁場のオンレゾナンス照射と相極子の和で与えられる。スピン系の時間発展を計算するために、時間発展演算子を RF 磁場のゼーマン相互作用部分と、磁気相極子相互作用部分に分離する。すると、磁気双極子相互作用が、RF 磁場により時間依存するようになったことが、 明らかになる。照射強度を、ハートマン、ハーン条件とすると、時間発展演算子の次期双極子相互作用部分に、時間しない部分が残る。この時期双極思考は、r f 磁場のゼーマン相互作用ハミルトニアンと交換する。Y 軸方向を回転系の Z 軸方向として考えるために、YZ、ZX、XY という巡回置換を行い、 昇降演算子を用いた式変形をする。すると同じ共鳴周波数の同士角がフリップフロップ項で相互作用しているという式が導かれ、回転系におけるスピン拡散が起こり、I と S の回転系での Z 自家の平均化が起こる。これが交差分局である。つまり CP は二重回転系での意思角間のスピン拡散によるエネルギーの平均化の過程であると、 考えることができる。交差分局に必要な回転系での縦軸はスピンロックで作ることができる。初期状態として実験室系でのゼーマ満相互作用の元での熱平行軸を考える。i、s スピンの z 軸に90度パルスを引く、x 軸方向からかけて横軸を作り、y 軸方向の照射を行ってスピンロックを行う。スピンロックされた直の状態は、 平行状態でないために、K は相互作用を通して平行状態に向かう。一般的な CB 実験では、熱平行の S 時価は利用しないことが多い。具体的には、S スピンには90度パルスを照射せずに、S の熱平行時価を消している。ありがとうございます。